東京都は都の職員およそ5万人を対象に対話型 AI チャット GPT を業務で利用することを認め、23日から利用が可能になりました。もっと AI を使っていただけるように SNS で親しみやすい表現を使って発信する文面を3つ考えてください。都は23日、職員およそ5万人を対象にチャット GPT を利用する際のガイドラインを配布し、業務用端末での利用を解禁しました。都では4月から一部でチャット GPT の先行利用が始まっていて、文章の要約やキャッチフレーズの作成などで活用しているということです。都のガイドラインでは個人情報や機密情報などを入力しないよう定めています。私たちがまさにやっていただきたいことを汲み取って提案してくださったので、素晴らしいなとびっくりしました。都の担当者は、今まで得られなかったアイデアを得るなど、都民サービスの質の向上に期待したいとしています。